コメントテスト。あ お疲れ様です。配信できているかな。できてそう。あれ、俺のアケコンどこ行った。あれあれ、あったあったあった。なくすわけねえだろ。声が遅れて聞こえてくるような。マジか。声が遅れてくるよ。いや、あの今日の選択肢になかったからね、リングフィットアドベンチャー。まあ、いや、とりあえず酒を開けます。コンプできましたか。こんばんは。得点コンプはできました。ワングー以外は。アンダーグーは実は秋葉じゃそういえば、ね、買えねえんだったって気がついて買ってませんが、それ以外は無事コンプできました。何の話かというと、今日はねニューゲームの10巻の発売日なんで、このキャラには強化してほしかった。このキャラには強化してほしかった。炎鬼道は強化来ている可能性がある。まあまあ来ていると思われます。あとは今日なんか俺の知らざるところで発表がありましたが、 APM3 の私有の発表がありましたね。このキャラに強化して嬉しかった。あ、なるほどね。2話じゃなくてこのキャラ2か。確かに彼はまあ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 強化きました。変更点の数でいうと多い方ですね。ただまあでかいのがバーンって増えた。いや増えたな。うん、細かい修正が多いんですよね。
とりあえず高いコンボを覚えよう。いろいろありますが、アムプさんはパッド勢にはありがたいです。明けに行ける。なるほど、確かにそうですね。あんまりここで言うのもあれなんですが、次開発の意思が汲み取れるゲームになってると嬉しいです。既存キャラなのに新しくなりすぎて新キャラって言われてて笑いましたけど、まあちょっといろいろありましたね彼は。 APM3 版次のジャエポショーで私有が出るんですけど、まあ開発途中バージョンなんであんまり期待はしないでくださいぐらいで。どういうのが、どういう機能が APM3 版って期待されるんですかね。個人的にやっぱ機械的にカモネ見せてくれた。なるほどね、見ててくれたというか見てた、見ていました。 JJ アンブレイカボーナイススタンプ、オハイオ、これはどういう意味なんだ。はい、はいよ、よよ、違うな。誰も入ってこない、このゲーム。仮想ゲーなんだけど。頼むぜ。いや、そんなことは言っちゃいけないですよ。パッドでできるっていうのは確かに APM3 版のメリットですかね。だからパッドでつないで、スチームもっと少ないです。キーコンできるとかが確かにあった方がいいのかな。あ、スチーム版か。そうですね。スチーム版って、なんだろう、開発して売ってっていうのもあれなんですけど、日本だと格ゲーマーは、なんか買う人がちょっと少ないんですかね。その売り上げ的に見ると。鉄拳とか、あとはその、最近だと、アルカナブラッドとか、あの辺はスチーム版でやってる人が結構いるイメージなんですけど。リモートでしか格ゲーできないんで悲しい。あー、なるほど。あ、これ大丈夫かな。まあいいや。サーチ範囲こんなに俺広くしてたっけ。いや、と思いきや勝率5割だから。てかなんとなく延期度やってますけど、スチームは友人と遊ぶのなら買う感じ。ただ挨拶アイコン、グーグー使ってました。このね、無音になるバグはね、治ってます。次のバージョンでバージョンでクレアで治ってます。ごく稀に起こるんですよ、これ。これね、再現条件が結構難しくて、まあ、一応、テクニックがいるんですよね。サンフレ下げれねえ、これ。ダメだ。いや、これ、間違えた。バグ。知らなかった。これね、おとなしいテクニックなんですね。スマブラだと思ってください。多分これ背景がこの後変形して、ギミックが出てくるんですよ、多分。間違った。ちょ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 、やめて。どうだろう、これ。ダメだよね。あ、間違った。どんどん。死なないですね、それね。やっちゃった。どんどん。たまにね、これ起こせます。先にトレモに行って、なんかね、フラグを一回立てる必要があるんですよ。いや、ごめん、そんなバグの条件を細かく言うのは良くないですね。はぁ。やりたくねえ、この人とやりたくないですね。バグだったんですね。相手がそういう設定をしてるのかと。いや、実は違うんですね。曲は、自分の設定準拠なんで。今日スタイルとやろう。KYO。今日スタイル、
バレンか、強すぎる。勝率8割。やりたくねえ。勝てる気がしねえんだけど。どうすか。ね、そういうの狙ってくんだよ。すごい。やらかした。落とせ落とせ。落とすわけがなくて。あ、これやだな。楽しそうな対戦してますね。ブースト。ああうめ。やるじゃねえが。くらい。うえ。やだー。死んじゃやだー。やだー。延期の死なないで。生きてる。うっそ。なんで。いっぱい入れたのに。どうして。拾えなかった時点で俺が悪いんですけど。安すぎる。あー確定なんだよなこれ。京さんね、延期すげえうまく使えるから多分そういうの全部分かってんだよな。やる。それ食らっちゃうんだよな。あぶね。そのテクニック知らんかった。おもろ。やべえ。何も起きねえ。カモネさん的にはマインと逆矢の捕獲からのぼみたいなのは想定外だったんですかね。いや想定外ではないですね。捕獲ウェルオフとかはなんだろう、遊びの範疇だったんですけど、あの一番の問題点的にはどっちかっつうと白矢ですかね。あいつのその一回捕獲ウェルオフ、ああ面白いやんけってなって、ああやべえマッチングしちゃった。あいつの EX 勝利あるじゃないですか。想定外というか完全な見落としは、なんつうの、捕獲ベールオフは OK で、ベールオフの波動の引き剥がしまで OK なんだけど、その次に昇竜 EX の全体が短すぎるっていうのの三重苦により死んでいった。あれはね、相当がまずかったんだよね。マインちゃんはね、そこまで悪くはないです。ただ、これ的になんか修正するときとかって。バチクタです。新作出るのですとか言いました。ありがとうございました。あ、マジですか。ありがとうございます。普通にうまかったです。いや。自分がウニおじさんなんで、そんな簡単には負けたくないなって気持ちもあるんですけど、なるほど。最近始めたって感じですか。じゃあそうですね、自分このゲーム一応8年ぐらいやってるんで、あんまり負けたくないなって思うんですけど、一応世界で初めてバケスタ使いこなすのすごいです、うん、まあマジですごいと思いますよ。普通に普段格ゲーとかやられてる方なんですかね。格ゲーはまあまあやってたんですけど、選んだキャラがたまたまバケでした。相当修羅の道に進んでてすごい。
変な声出た、ごめん。もうちょっと綺麗な声で戦う。あらやだ、中断ですわ。ベロフ、このベロフで相手の設置が起爆するように次のバージョンではなってるかもしれねえ。なってないです。なるほど、バティスタは結構勝ち方が特殊なキャラというかなんですけど、やりがいがすごいあるとは思ってますね。ん？あ、一応 C になってるか。なんとなく新作出てね、まあ延期ずっとやってましたけど、クレアになったら誰やろうかね。開発者なんで当然全キャラやるんですけど、言うてやっぱり、まあ、一番なんつうのプレイヤーとしてやるのは誰みたいなのがあるんですよね。ロンダルキアはね、どうなんだろう。確かに使うのが一番そのプレイヤー的には出会いというか発見があっていい気がするんですけど、あれはさ、マイン状態弱体化怖いから古来からのロンドレキア使いになりそう。なるほど、カーマインは割とそのネガティブな意見を見るんですけど、次のバージョンはかなりやれるんじゃねえかと思ってるんですよねとかいう話をするとちょっと荒れるんで、やめましょう。やめよう。まあでも個人的にはどのキャラもいい感じにやれるようにチューニングしたつもりではあるので、うまくいってなかったらすいません、ちょっと謝罪します。ただ楽しく遊んでもらえるようにしたいんだけど、みんながみんなね、ニコニコにはやっぱならないんで難しいっすね。ロンドは一応近いうちにメディアさんでなんかプレイ動画とかは多分出ると思うんで、ありがとう、プレイ動画みたいなも多分出たりするんで、そういうので何か得るものがあるかな。その力試させてもらう。ロンドレキアじゃないや、延期度が一瞬だけ目開くんですよね、開幕。あんまり知られてないんだけど、一応この人目開くんですよ。え、なんで食らった？なんで？ほら、早すぎるその中段、やばい。あ、そっちの方がなんか減りそう。あー、アボック壊して暴れられないっす。いやー、男なら暴れていきましょう。完全に負け試合だった。危ねえ。名国派遣証、うわ届かねえ、マジか。真面目。あー、レシピは真面目だな、えらい。私は結構不真面目ですよ。いや、知ってるとは思うんですけど。
あー届いちゃったか。危ねえ。果たして本当にオレンジの強さなのか。力だけでも技だけで。電気界の声優が未だ20前半とは思えない渋さ。めっちゃ強い方です。強いですよね今の方。いやなんだろうな、まあ、言うてアンダーナイトこのカラーとかポイントとか実はそんなに参考にならない可能性が。いやそんなことないよ、参考になるように作ったつもり。演技のね声の方、あの竹内さん、あのかなり渋い、いい声が出る。なかなかこの若さでこの声が出る方はいないっすよね。ラップもうまい。ラップもうまい。うわマジか。オラフもうまい。タキ？ノットタキ。あーハボック。しようかな。できてる。なんで当てにしたのに取れないんや。ナイス。俺そのなんか踏みなり F あ踏みなり CS って全然やらなくて、あれがね俺の精度だと安定しないんですよね。おおマジか。F暴れか。グラップなのかな。え CS どこ行った。あーやばいやばいやばい。あーなるほど。まあいい、確か一発撃っとく。わーあぶねー、終わった。あっぶね。この飛び道具一芸技やろな。やっちった。いや普通にうまかった。あのキャラ使おうとか言ってる場合じゃねえなこれ。強いな。ちゃんとこっちのアサルトインとか置きに置きつかさな攻めに対して、まあ、4C 置いたりうまくしてたな。延期の 4C は確かに強いんだけど、その全体の後スキッツーが結構長いんで、なんだろうな、完全に読まないと押せないんで、よう押すなという感じですね。なんかこういうので釣れたりしない。釣れない。マジで見てから押しているのか。うまい。延期動画芸術的。てか CS 権取れてねえじゃん俺。マジか。あんま意味ねえなこのルート。なんかうまい。さすがに俺がシースケン取れる。うわ。おおなるほど、立ち火うまく使うな。
ちょっと俺も立ち火の振りどころは考えた方がいいのかな。打点も高いし、用途は確かにあるんだよな。でオラついて倒しただけなんだよな。立ち回りで結構負けてるイメージがある。B か。一応その延期的には言ってしまうと 2B と 5B ってその 5B が勝ってる点があんまりないんだよね。なくはないです、もちろんなくはないんだけど、だから 2B に頼りがちなんだけど、確かに今みたいに振られると意味があるんだよな、まあ、うまく透かしつつ高い打点でアサルトもケアしてるから一つ勉強になった。よいしょ。すげえ走ってきた。慌ててボタン押しちゃったけど、しょうがねえ。これハゴック角なんですね。延期使い特有の動き、割れちゃうんですね、これね。これがね、延期的にはめんどくさいんだよね。エンジニアだと 2B より5B が機能するとかあるんですかね。ありましたね、確かに間合いによっては全然。あー、やべ、やっちゃった。いやー、ちった。さすがにリスクリターン的にまずい。どうしようかな。一回出しとくか。おー、うまい。うまい。強すぎる。マジか。やるじゃん。やばい。頑張れ延期の。頑張れ。負けたくない。あ、マジ練習の成果出せず。あ、届かねえ。マジか。パス打って、プリキュアが奪え。ポコロピョンピョン。やべ、ピョンピョン飛び。死なないで、天さん。生きてる。終わった。もう勝てねえ。ポコロピョンピョン待ち。考えるふりしてもうちょっとだけ近づいちゃえとか、そんなんで、ね、うまいなあ。まあ、ちょっと私の RIP を吸ってもっと強くなってほしい。ポイント的な意味で130万は嘘だろ、さすがに。本当でござるか。プリキュアちゃう、コーヒーてねや。どうしようかな。あー、届かねえ、マジか。すげえ走ってきた。すげえ走ってきた。いや
ラップしたけどちょっと危ないですね今のは。さすがに、あじゃ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 あ、ほら、なんかいろいろあった。やばー、新生モテモテ王国のファーザーみたいな声が出た。やばー、噛み合っただけの可能性が。いろんな人が入ってくる派遣コンテンツ。今更ですが魂の語り合いってセリフ好きです。確かにかっこいいこと言いますよねこの人。人を見つけては語り合おうぜっつってこう戦いに誘ってくる、結構ジャンキーなやつですけど、セリフ的にはすごいいいセリフ。これ出さない方がいいんだよね多分。マインと似たようなもんか、違う。マインちゃんもかなり戦いたがりですね。まあ演技も完全に戦いたがりなんでそんなに差はないですね正直。その調子よ。あ、フォローありがとうございます。その調子よ。うっそ、着地硬直。マジか。あ、じゃ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 。その調子よ。あ、じゃじゃじゃ。戦闘用タイプが意外と常識人という。お前。なやった運がいい。100万勝。あ、皆さんフォローありがとうございます。その調子を。あ、やっと着地硬直あるのか。あります。ちょっとフレーム忘れちゃいましたけどまあまあありますね。心ぴょんぴょん。ちょっとなんか俺の縁起度を花を持たせてあげたいですね。なんか意味が違うな。もうちょっと取れ高のある縁起度になりたいと思う時がある。取れ高がなさすぎるんで。あーだどうしようかな。一回取る、割って、あーこれ俺 CS 券取ったってかあれだ。FF の FF じゃないや、グリッド使ったままの状態になってるじゃん。
ちょっと死なね、マジかよ。妥協してしまった。ゴールド硬い。ミミシン。エクセレートでいい足見が腕伸ばしてた時期が懐かしい。昔彼 C 足見のモーションで A と B 出してましたからね。ダメだった。どうしようかな。バクチじゃー。よし来た。今夜勝てればいい。ベールオフを通して勝ったこれね。まあリスクリターンで言ったら一応ね取ったらかなり限りなく勝ちに近づくんで打ちたい。お読み B 足見とかいうロマン技。確かに一見ロマン技に見えるんですが、公式サイトのフレーム表に載ってなかったような気するんですけど、投げ抜けた側の有利 F テイクスですか。あー載ってないんでしたっけ。あー確かにそうか、8ですね。あれ8だよね確か。8フレ有利だったはずです。8あれ8じゃないんだっけ。あれごめんちょっと待って、その調子8だよね。ちょっとエストの投げ抜けクレアもまあぶっちゃけ変わってないですけど8だと思う。まるで海博士だな。じゃあデネコさん代わりに答えてください。8って確定技あるってことすか。ないです。あれ8じゃないんだっけ。なんか確か、暁の 5B がスカるけど持続がギリギリ当たるフレームだったはずなんだけど、確定はねしないんですよ。確か7か8だった気がします。あーなるほど。距離空くからですね。ですね、距離が空くのもあるんですけど、一応その有利は取れてるけど無敵なんですよね。8点は先言ったことあります。7以下の攻撃出すと無敵みたいにすかるはず。ちょっと自由に攻めすぎ、許さないよ。8って噂聞いたことある。ウニ博士の。なるほど、ありがとうございます。宮城みてきちゃんが言うから間違いねえ。俺の前に 2B が光るのはそういう。そうですね、前の 2B とあと光っちゃうと思います。なんなら距離的にも無理かもしれん。え、なんで負けた。あれってかよく見たら紫のカラーだった。やばい。てかこれってちょっと誰かなんとなく察しがついてきた。カラーで分かった。やっちった。名前変えるのやめてほしい。使うべきではなかったのか。あーマジか、やべやっちた。セーフ。センターマンも今セーフと言っている。来い。神のフレームになっていない。は？早すぎるその中断。修正が必要であるぞ。
やだー、おっとせ、よし、あ、やべやべやべ、修正するのはあなた方定期。泣いてる、シクシクしてる、いいようにやられちゃったよ。もうこんばんは、こんばんは、あれちょっと待って、あ、これあれか、 ARP か、今やってるアニメが何なのか一瞬分からなかったぜ。今日はツイッターのアンケート機能を使ってやるゲームを決めたいよね。なんとなく予想はついていたんだけど、多分アンケートを取ると基本的にウニになるんじゃないか。自分のフォロワーを考えた方がいい。危ね、あー危ね、リーズフィットちゃんは選択肢に入れなかった、あれ1位になる恐れがすごいあったから。あだまずいっす、これ何も起きない、やばい、面白くない、つまんない、今さ、あの自分がやりたいゲーム20ポイントくらいしときましょう。確かに、てか相手 CSR のリオコールアサルト言ったよ、自殺願望者と言ってもいい、もしかしてこのゲームやったことあらず、しない、ん、なるほど、リーズフィット放送は録画見れないのとても悲しい、あれ、リングヒット放送もしかして録画残ってないんですか。あー散々粘られてちょいと失礼されした、うっそうっそ、そううそ、急に麻雀になる、怖い、あー全部グリムリーパーされちった、弱すぎる俺が、もう誰も勝てない、悲しい、おめえは BB タックの世界で頑張っててほしいな。酒がなくなっちまった、家で酒飲まねえとか言った、この間言ってただろみたいな感じだけど、なぜかあった、こだわり酒場レモンサワー、それなりにわわわわわわわーんって気持ちよくなってきてる、今品薄の、今品薄の、実はあんまり売っていない、正直うまいレモンサワー果実丸ごと仕込みのやつですね。最近確かにちょこちょこやっております、あのクレアに向けてね、その配信の温度感を上げてきて、ギアを上げるぜっていうやつ、あーだマジグリッドが見えねえな、やばいな、どうすか、マジ目がシパシパしてきた、マーケティング、やべやべやべ、ハメなんだけど、ハメはダメよね、こい、こうね、 6B1.4 でした、あーてかよく見たら豆尾さんじゃん、勝てねえよ、あぶね、ちゃんとやろう、ちゃんとやろうっていうかちゃんとやってるけど、変な 1.4 とかしないでやります、人間の鏡みたいなとこある、応援、
あーマジか、撃ったれ、死んだれ、バカが。下手くそだな、悩んじまった。ルート、あ、これ逃げ届かねえんだ。まあ、全て熟知。帯重ね、ギバさん、こんばんは。マーケティングですね、やっぱりね。僕はね、このアンダーエントインバースってゲームが好きなので。そんな作ったゲームやらないやつは、ね、マジで許せねえ。ちゃんと責任持てって思う。そんなやつの次回作やりたいと思うかみたいな気持ちは正直あるわ。別に誰かに向けて言ってるわけではないんですけど。あー、 VO どこ行った。最速受け身を取り続けるのいい加減やめよう。これ死ねー、死なない。あー、 CS 剣取られちゃった。ヨットヨットされて、え、いや、これ拾えないから大丈夫。僕転校しました。 VO 君転校した。これはとりあえず CS 剣は俺のものだ。あぶねー、完全負け試合。まあ、今だから言いますけど、いや、やっぱやめよう。今言わない話にしよう。酔っ払ってるからっつって言っていいことと悪いことがあって。とりあえず、ウニはね。ネットの保身大事。保身大事ですね。生きにくい世の中だな。言いたいことも言えないってやつですね。いや、俺はかなり言ってる方ですけどね、正直。キャメイ君みたいに、なんだろう、何かあるたんびにツイートを全部、ツイートを全部削除する。あいつはいい立ち回りをするよな。うん。うんって感じな。キャメイさん言われてて笑う。全部消す人は逆に信じられないニュー。さすがに信じられないですよね。じゃあ、あれは結局そのプレイヤーへのプレイっていうよりは、なんつうの、スポンサーだったりとかそういう人向けのね、やつなんで。スポンサーみたいなその人たちは普段のツイッターとかね、見ないんで。やべえ、ゴブリンスレイヤーのなんかやってるけど。あ、今度映画やるんだ。皆さんやりました？ゴブリンスレイヤーのソシャゲ。正確にはソシャゲじゃないんだけど、ゴブリンスレイヤーの、スマホゲーがあるんですよ。もし、ゴブリンスレイヤーのことを知っていて、なんだろうな、10分ぐらい時間を、人生を無駄にしていいっていう覚悟があるならダウンロードしてみてください。iPhone と Android で多分あるんで。やばい。あ、こんばんは。久しぶりですよ、インストールしてやった後にアンインストールしたスマホで。容量あるからさ、消さないんだけど、普通。これはいいなって消したもんな。やべえな。ここは撃っていい。よし。まあね、CS 剣ってか、ボーパルアレンデルトラム撃って。漏れちゃうんでないとき。やばい。延期の 2B が。ベイビーハーン。マジか。わざわざゲージ使ったべ。茨城弁がたまに出ちゃうんだよね。疲れてるというか、血が出ちゃうときがある。いやー、マジか。なんだ次、ゲージがないけど。茨城弁。
わーわあ、助けて。こっからある。よし。あ、これ取れて、アップで取れた、ギリギリ。西へのスカシゲ団が炸裂した。嫌すぎるなこれ。特にね、CVOとか使わないでゲージ1個使って CS 込みで倒しきれるようにしたいんですけど、ちょっととっさにコパンコパンとかやっちゃったから何も思いつかなかった。玉無敵じゃないこのバージョン。出た速攻ですね。バッキューン。そのルートマジか。え、バックスどこ行った。マジか、あれ連打なんだっけ。いやそんなことねえよな。うわー、いやまだ諦めてない。俺だけじゃないはずだ、諦めてないのは。世界中の円起動ファンがまだ諦めていないはず。いやー、ふざけんじゃねえぞ。長い。ここでちゃんと立ち置くのは賢いっすね。頑張れシオン、エルトナム。シオントナム。あんねえぞ。今日はいっぱい対戦相手がいる。いや今日はじゃない、今日も。エルトナムちゃん火力あっていいですね。ゴビー指導のゲージ4000ジェットか。トナムはそうですね、火力は結構出せるんですよ。そこは素直にいいポイントだと思います。それなりに欠点は抱えてはいるんですけど、普通にそのいわゆる暴れとかからダメージが比較的取りやすくて、戦術も分かりやすい方だと思うんですよね。だんだん管理しんどすぎますが、これ死なねえ、やめちゃですよね。いきなりそんな走ってくるとは思わぬまいみたいな感じ。食らいたくなかった。やっちった、なんでだ。中断しか見てなかったのにどうして。2か、2だと俺的に結構無理なのかな。おじいちゃん、あだだだだ。まずったな。今
今の子も多分3回勝3最後まで当てない方が本当はいいんですよね。なぜなら相手のゲージ増加量の方が多いから。何貯めてきた全然想定してなかった。やっちた。もう一回だ。死なね、マジか。遅らせグラップに対する遅らせ投げでなんとか。ここでね、上りちゃん A とかでグラップされてると俺の死亡なんですけど、そういう雰囲気はなかった。俺は信じているよ相手のプレイヤーを。なんでトナのエクジブは有利なんや。かっこいいからですかね。俺がゲーム作るときに結構芸術点っていうのをすごい考えてゲーム作るようにしてるんで、一見ネタに見えるんですけど、というか変な考え方に見えるんですけど、やっぱり格闘ゲームはキャラクターかっこよく動かしたいじゃない。だからかっこいい技は強い方がいい。かっけえってなりたいじゃん。繋がってねえんだけど、なんでだよ。大事アートオフエグトエンジュ。確かにアートオフファイティング。確かに。あ、5B かそれ。分かんなかった今。早くクリアになってほしい。クリアだと分かるから。かもね。お、やり。Thank you so much。バラパパパ。はい、ラビエ。その話じゃない。これってでも海外圏の人に通じないよね、多分。I'm loving it って多分日本のアメリカマックだけだよね。どうなんだろう。今は決まった技、決まった順序で使ってみたいな技調整多いですもんね。でああ、もうやだー、ずるい。その技修正して保証が高すぎる。そのキャラ修正する側正規。マジか、タッチってる。怒りの断じゃね。マジか、まあ、それならそんなに減らねえから、そんなに減らない。5000超えっていう、これはね結構思うとこありますね。いいで、あー、しまった。中見てから反応早すぎる。ぐさ。別にクレアでもこれは入らない気がする。まあ、そういう。元気はね、2B で始まり 2B で終わります。 2B 向き向き悪いね。いや、完全に試合的には負け試合の流れでしたけど。
ブレイド、仮面ライダーブレイドの話をしてる。あー、ウニをの熱帯をおそらく日本で一番やってると思われる大魔神。いいよ、ありがとうございます。この人強いんだよね。リンネちゃんの可愛さは多くの人を虜にするので、もっと押してほしい。いやいや、逃げ、逃げじゃない、護衛の2段目がどっか行っちゃった。確かに同人でお世話に。おっと、あ、マジか、取れてねえ。なんとこのバージョン 4C が空中ガード可能なんです。いいねちゃん、なんで延期 4C 空が可能なんや。確かにね、さすがに変なんで次のバージョンは空が不能になります。心ぴょんぴょん待ち、考えるふりしてもうちょっとだけ近づいちゃえみたいな歌詞だいたい覚えれた。あ、やべやちた。あー、間違った。長い、元気度の機敏なステップを見て、全然関係ないんですけど、今日帰ってきたらルンバ的なサムシングが、あー、これやっていいのかな。あ、これシール量ってことあれかな、あの人かな、買ってくれたんですね、ありがて。最近昨日も配信にいた気がする。で、私は手は抜いたりしません。ちょっとやめて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 、はい、聞きな。ん、見えない、中断が、巧みなバレ潰しが、とりあえずランクの潜るぶどう心よっかな。そうですね、どんな感じなんだろうっつってランク1に入る人は俺信用してますよ。え、なに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 、なんでかっこいいポーズ取っちゃった。そして全く中断が立てなくて、結構それっぽい感じになってて、あ、減った俺が。おじさんに、あの、ワグナーの 6B 一回も立ってない可能性がある。手心なし、もう少しなんというか手心というか、ミッションモードは軽くやった感じかね。あっ、やるやん。あー、飛んでた、ちょっと危ねえとこだったぜ。今のコマミスはもったいなかったっすね。とりあえず動かし方覚えたらひたすら実践する派なので、召喚ありがたいっす。
本的に俺も新作ゲームやるときって買ってトレモに行って技見たらランクワに行きますね。結構そのこの辺って難しいとは思うんですけど、自分とかだと、まあ、他の格ゲー何らかのゲームやってて、ありがとうございます。やはりそうだったか。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんかいろいろ分かんなかったら教えれますし、ワグナーはね、今みたいに前C の集団が強いんですけど、当たった後コンボに行けるんで、ワグナー使いをやるといいですね。いろんな手はありますけど、おすすめはとりあえず、違う、ここまで入れ込みでいいです。これダメなんですけど、多分 RIP100 万ぐらいまではこれでいいです。なるほど。中段ですね。で下 A 強化ってやると、その後のコンボが火力が上がるんで、中段からのダメージがアップなんですけど、ガードされるとさすがに反撃受けちゃうんですけど、多分ね中段はね当たる。100万までは。ああこれな、どうしよっかな。俺が 2P なんだ。俺のコンセントレーションに震えな。あやべ、負けた。よし、ああいうのが当たんないのがね、延期めんどくさいとこなんですよね。コンセプト先に溜め始めた方がたまる感じ。そうですね、今世は本当計算が難しいんですけど、プライオリティ有利を押し付ける。このバージョンというかベストだと、同時にお互いビーって今世押し続けてると 2P が勝っちゃうんですよね。実はただまあほとんどないです、そういうのは。なんかそのほとんどないっていうと一緒ですよ。ほとんどは言い過ぎだな。なんて言えばいい。昔はキャラ差が。昔はそもそもキャラ差がありましたけど。勝ったぜ。ああ届かねえ。死ね。死なない。てやー。これね、バティスタね、チャンシーでかくてね、位がね。ちょ、パクスって持続ちょっと放送事故なんだけど、やばい。やだ、これだけカウンターしてどういうことなんだ。やばいぜ。うん。うんじゃねえ。うん。ドリャー。ドリャーじゃないですね。どうしよっかな、これ。すべて失っちまった。よっしゃー、この試合いただいたぜ。やばい、いただかないかもしれない。あ、ちょうど CS 券たまんなかった。マジったな。この試合いただきだぜとか言ったの誰でしたかね。やつやつした。ポンセしないで。結果的にいただいたからよし。よし。3000減らしてからのゲージでご締めできるの偉すぎる、この養生。そういうのなんですね。バティスタに関して言うと、
まあ、そのコンボダメージもそうなんですけど、ゲージ回収がすごい良くて、まあ、触って100は回収できるみたいなとこあって、まあ、VO 締めも行きやすかったりはしますね。今夜勝ちたいワーグナー、比較的マインも623デイドルグ当てればいけたわ。立ち回りでフラグメンツム置くのが難しすぎます。えらい、確かにえらい。そうなんですよね。ドクタードゥーム強そう。フッタイフッタイフッタイ、ドクタードゥームっていうとなんか上からミサイルが降ってきてフッタイっていうイメージしかないんだけど、自分ミサイル、それそれそれ、ドゥームミサイル、もう全く崩れねえ、なんでだ。その調子よ、その調子よ。すごい鉛があるやつとかな。鉛があるやつとか、それはね、あの名古屋弁言うやつでしょ。高速で移動して中下段と分厚くて出が早いビーム持ってるすげえやつです。なるほど、急にエボ覇者がやってきた。お前どえりゃ強いやつだよ、やつだけよみたいな感じに喋るやつ。ちょっと俺正しいあの三河弁みたいなの喋れないな。いや三河弁じゃなかったな、なんだっけ、ドクタードゥームっていうかドクタードゥームじゃないんだけど、あれ なんだっけ、何博士だっけ。あいつの訛りすげえんだよな。悪魔博士、悪魔博士か。縮み光線で小さくしたるからよみたいな感じに喋る久保さんって、あの久保さんってあの久保さんですね。久保っちは私のマブダチなんよね。昔自分が東海地方というか名古屋に住んでる時によく対戦して遊んでた。強えなこいつみたいな感じで遊んでましたね。あの対戦環境は神だったんだよな、本当に良かった。まあ、地元が茨城なんですけど、ドナルド・トランプも祝福する方です。草そうドナルド・トランプね、 BB タック好きだからね、あのアカウント俺大好きなんだけど。ちょっと見えなかった、ちょっと小さいキャラクターが。ちょっと西暴れ、ちょっと意外にしてくれるのかな。バリーンガン暴れ、繋がってない。大統領とマブっすよね、ずるいな。なんかあれ全然繋がってない、なんでだろう。大統領のマブのエボ覇者、いやーでもほんと久保さんすげえなって思うのが、ですよね。俺は瀬戸で優勝するって言って瀬戸で優勝するとかっこいいっすよね。なかなかできることじゃないよ。だって優勝できるぐらい強いっすもん。まあまあまあ確かに強いのは確かにあったんだけど、そう言ったらね、みんな強いキャラのゲームだからさ。こう言ってみたいわ。あ、やっちゃ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 。あ、ほんだら。いや、なんか起きる。なんかある。ない。なんもない。一回ぐらい行ってみたいですよね。優勝できるぐらい強いキャラだったから。
それで優勝できたら苦労しねえわ。優勝してなるべくしたキャラですって言ってみたい。リロイの話をしているな。オーライ、ザッツクー。リロイはまずい。NG ワードですね、リロイは。前バージョンからセトだけ外さなかったキャラですし。確かに。前のそのセト9で久保さんがやってるのも結構好きだったんですけど、9か、9どういう風に使うんやろうな。あいつセトをブーストするだけの女だとか思ってさすがに笑っちゃったんですよね。もうちょっとあるやろとか思ったんだけど、立ち回りは時間を稼いでるだけで、基本的に瀬戸が強くなるだけの女だったんだけど、弓はね、弓自体が強くてちゃんと動けてたから面白かった。結構ビビタックは今最近あんまり俺やってないですけど、チームのなんかコンセプトみたいなのを作って遊ぶのが面白いですよね。言っちゃなんだけど結構格ゲー上級者向けなんだよな、あのゲーム。あんなに初心者向けっつって作ったのにさ、え、割れねえ、なんで、あ、そうか、やめて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 、危ない、タブの話で悪いんですけど、弓のツイッターでよく見るアサルト締めって難しいんですかね。弓のツイッタープのアサルト締め、変に丸いチーム構成するより尖らせた方がみんな驚いて勝てるかなって。あ、ミスった、マジか。弓ってアサルト締めするんですか。まず俺それが分かってない。電、光、戦、車、電、光、戦、車、電光戦車。ちょ、今見た放送事故なんだけど、またあ、でも僕には難しいので一切歩きないレベルです。あ、抜けてない、マジか、暗い、行ってこい、来い。相手を信用しきれなかった俺。ちょっと足りない、あるけど使わない。なるほど、ビーム陣が飛んできそうだぜ。ビーム陣じゃねえか。ああ、かっこいい。ニャンチューみたいになっちゃう、たまに。あ、ちょ、これだから割れねえんだって。タモネ君はバージョンを勘違いするね、よく。うえぇ、おいえ、いえ、え、ちょっと、え、なんで、なんか画面がワープした。ワープしてないよ。ワープしたんだとすると、お前が酔っ払ってるだけなんだ。来い、よし。カモネさん、ニャンチュー奥のうまいですね。セリフはニャンチュー、うさ。実は俺がね、ニャンチュー。ああ。あ、やばいやばいやばい、な、あ、なんかすげえ遅くなった、ごめん、その悪気がなかったんだ、なんかすげえ遅くなった、すまねえ。クーガー兄貴使ったな。使ってない。使ってますね。セリガワネコート使いましたね。今使ったな、確実に。今のは使った。すごいタイミングでゆっくりになったんだけど、
すまねえ、マジですまねえ。使いましたね、今のは。タイムリープアイテム。使ってね、アイニャーミーは。弓の絵のコンボ使わないのか。回答ありがとうございます。ニャンチューのモノマネはできないんですけど、あの、ね、なんで俺が今ニャンチューやったかっつうと、すごい悲しい話があって、これ話すと悲しくなるな。いや悲しくはないの、面白いというか、あれだ、このマイク、俺がなんかで、ね、なんかの動画というか大会の配信かなんかでマイクに行って、こいつなんか声にゃんちゅうみてえだなみたいなコメントがあって、え、そうなのと思って、確かににゃんちゅうみてえな声だって自分でちょっと納得しちゃったんでね。波声っていうか、なんつうんだろうね。え、てか俺逆のグリッド見てた、取れてねえじゃんこれ。あっ、うーわ、でっかすぎる判定が。助けて、生きてる、来い。ハボックでお仕置きできるのやっぱ強強、あれね、強強の強なんですよね、それは間違いない。普通のキャラだと VO ガードした時にそのコパンとかに、あのシールドとか仕込んでシールド取って、なんつうの、プラスフレーム増やして 5cc 度とかにして、まあ3500とか取れたらええなみたいな、端だと4000狙うぜみたいな感じになるんだけど、あいつ関係ないからね、普通にガードシャツに腰振って、うん、やハボックだけどみたいな、あれはね楽ちんなんですよね。一度あれになれると他のキャラの VO 狩りを、こういうやつね、ガトリング的なやつを入れといて、なんか ABD みたいな感じに入力して D をちょっと長めに押しておくと、こんな感じで入れておくと、弱空振りした時だけシールドが漏れるんですけど、場合によってはね、その VO 読みの時にこういうのをやったりするとすごいダメージが高く反撃できたりするんですけど、やんなくていい、免疫が、それはね、楽ちんでいいんですよね。あ、日付変わった。お、やべやべ、来た来た来た、あれっす、ヒララファンタジアやらなきゃ。皆さんニューゲームの10巻買いました？いや、まあもちろん俺の配信に来てる人だったら買ってると思うんで聞くまでもないんですけど、ぜひ買ってください、買ってない人がいたら。今ならね、電子書籍もあるからすぐ買えますよ。あー、ダメだった。買ってないかな、買わないと放送からキックってマジですか。マジっす。まだ最新刊まで揃えて。
ちゃんとやってくる。真面目。俺の不真面目な当て身を食らってくれ。ああ、5B 出ちた。まだね、最新刊まで揃えてない人に、おすすめなんですけど、その調子よ。今、メロンブックス秋葉原店に行くと、ニューゲーム1巻から10巻まで買うと、あ、10巻まで買うと、その、ランダムでポストカードを1個ガチャ引ける権利があって、全14種類の中からランダムで引けるんで、楽しんでほしい。あれね、あの、さすがの俺もあのガチャはね、あんまり引かなかった。10巻何作買おうかなと思ったんだけど、あ、やっちった。それは朗報です。今はメロンブックさんで買うと、1巻買うたんびになんかポストカードみたいなのがランダムで引けます。ただまあ、言ってしまうと今は10巻発売の店舗特典があるタイミングなんで、その辺を狙った方が幸せになるかもしれないですね。あとは今は秋葉原じゃなくて青山だったかなってとこで、ゴーファーゴーファーって読むのかな、イラスト展みたいなのやってますね。ニューゲームの作者の徳野翔太郎先生の。で、それの企画のやつで、なんと直筆サイン入りの、なんつうの、原画、複製原画じゃなくてなんかイラストみたいなのがあって、お値段3万いくらだったんですけど買いました。先着なんか10か100か忘れたけど、20だったかな、だったんですけど、まあ、とりあえず買えた。3つ、3種類あって、 ABC の3つがあって、全部買おうかどうか悩んだんだけど、全部買うと10万かって思った時に、ちょっとね、さすがに他の人にもちゃんと渡すべきだなと思って躊躇してしまって。イラスト買ってさ、この原画展というかみたいなの買って10万っていうと確かに高そうな気がするんだけど、お年が回してるゲームのキャラクター一体いくらかちょっと考えてみるよねみたいな話もあるから、結果大して高くない説があるんですよね。ごめん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 、あー、見やすいと思います。いや違うよ、かっこいい、バリーン、やっちった、あっぶね、負け試合だった。ちょっと待って、この人普通にうまい、まずい。ロビー割り込みだな、なんかそのウラップとかそういう感じではなさそうな気がしてきたけど、微妙だなですよね。丁寧だ、俺は不真面目に行くぜ。ちゃんとボビー持続当て、持続当てにする俺が偉い。今のは評価されてもいい。あー、あ、ヨガ苦手。このカラーもハイド好き。このカラーのハイドかっこいいっすよね。というかハイドがかっこいいんですけど、ちょっと俺が一人相撲してる、まずい。ちょっとうまく手のひらだな。
かっこいいように作ってらっしゃる。あー取れんかった、やっちった。うまい。今のは何だろう、普通に暴れかな、わかんねえ。うわーごめん、ここでね殺せないのが元気道のすごいところですね。タメゴシー指導のダメージ、お前もしかして。はい、完全負け試合でした。うまいっすね今の人。5分で始めるエリカ・ミヤシロ・ワーグナー、ミヤシロ・エリカ・ワーグナー。カラーはカラに追加されて 2D 格ゲーだとメルトラの次に最短に。確かに、あ、MR4 フリッカー、Thank you for following、ありがとう。確かに、メルブラのカラーってあれ、50色ぐらいあるんだっけ？なんかすごいあるんですよね。あのゲームのカラー、俺も作ったりしたんですよね。やっちゃった。あ、緑見えなかった。うー、勝ちた。マジで。出島。姫怖い。ドア怖い。ネロ怖い。やだー。うまい。どうしよっかな。ここは、多分打っていいやろ。ですよね。マジかー、そういう感じか。いや確かに出し切りだとあれなんだよな。確かに。元気ね、結構こんな感じでかっちゃうんですよね技が。やる、やばい。どうしようかな。なんでマジか。やらかした。ステップガードのつもりがいろいろなってしまった。うわー、うん、俺の中でなんかニャンチューのモノマネと鳳凰院京馬のモノマネはそんなに差がないですね。喉を鳴らすだけ。いやー、みんなうめえな。これはクレアが出ても安心ですね。お、マジか。 MR4 フリッカー Just subscribeThank you for subscribe。 いや、日本人の方かもしれん。サブスクありがとうございます。ありがとう。 Thank you。 声高らかに出していくバグ。あ、てかそう、スタンプ増やそう。その調子よ。I want to add many、 なんていうんだっけ、スタンプインツイッチ、マイチャンネル。あ、やべ。
バグっていうしかない。なんかハグが反転してるのがある、やばい。危ねえ、反転バグやばい。なんかポイントで買えました。マジか。いやあかんあかんあかん、やべ、先っちょだけ、先っちょだけでいいから頼む。よしよしじゃねえよな、勝利をパラしてるだけなんで。いやそう、これはなんていうのかな、スタンプ、これをね増やしたい。何を増やそうかな。絵も描こう。絵も描かないといけない。よく考えたらこれ。いつまでもこの立ち絵一本でいけると思うなよ。なんかバグってる。RIP がバグってる人が入ってきた。これアリさんだっけ？マジか。これ取れねえぞ。取れたと思ったけどな。やばいやばいやばい。これな、そういう場合な、ミシートがしなきゃいけないんだけど、そうも言ってられないぜ。やっちった。ちょっと強い。ちゃんと作ってスタンプとか欲しいです。確かに。その調子よ。ちゃんと作ってスタンプは確かにいいかもしれない。あ、フォローありがとうございます。あー、うまい。どうしようかな。いやー、欲望の B 当てにしちゃった。シースケ取れてねえしよう。あ、ごめんなさいごめんなさい。やっちったげ。強すぎるってのも考えもんだな。ちゃんと作ってばスタンプか。文字が多いから難しいんだよな。読めるサイズにしないといけないから結構難易度が高そうだけど、いけるかな。違う、今のコンボ違うな。ロンドレキアだったな。キャラの後ろにちゃんと前に作ってとか。キャラの後ろにちゃんと時は満ちた。ああ、なるほどなるほど、確かに確かに。2つ、そうか、そういうふうにうまくやるといいのか。いや、
これであれだな、スイッチのスタンプを作ってそのまま LINE スタンプに流用すればいいんだ。そうに違いない。やばい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 、誰が買うんだその LINE スタンプ。やばいやばいやばい、ちゃんと作ってって LINE スタンプってさ、いつ使うんですかね。使うタイミングがなんかアークの知り合いとかに送るとき以外思いつかないんだけど。ビット系の人よく使いそうだ。ブルバフとかイム、エングリッシュ、ブット、アイ、レアティ、ロベ、ゲス、ダメ、ロベ、フロム、ポアツガル。お、なんかすごいワールドワイド。 Thank you for comment. Sorry, I can't read. まあ、I'm so busy. あー、助けて。 Help. Help. あー、ちょっと何も起きてない。ドン。ポルトガルタミ。あー、我慢できなかった。ドン。ドロン。まだ大丈夫。あ、終わった。拾い直すみたいなコンボ、ほんと好き。ごめん、ミスりまくった。I'm English but I ちょっと待って、まだ読めてない。Really? Thank you. あぶね。ハボック、あー、なんで反撃できてんだ。弾じゃね、やっちゃった。早くクリアになってほしい。今の分かんなかった。あー、助けて。ケイボアド、ハハ、ブッド、ロベ、ヨア、ストレアム、弾に見えちゃったか。あ、見えちゃった。I try typing something in Japanese. このゲームは大好き。おー、OK, OK, I understand. I have to get my own Japanese keyboard, haha. But I love your stream. Thank you for comment. I'm so happy. なるほど。ポルトガルってなんて発音するんだ。ちょっと待って。英雄はポルトガル、ポルトガルナイス。I want to go. I want to go to Portugal. その調子ね。なんで疑問形にしまったんだ今俺。くらい。Take it.あー、なんでなかったことにしてはいけない。だってオカリン、あ、やべ、ちょっと待って。相手もなんで中断が立てないんですか。気は気持ちながら、よし中断、よし、マジか。見てから食らってるじゃん。確かに。
おお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 死ねはちょっと放送的にまずいな。お墓の用意が足りなくってよ。まあ自分で言うのもなんなんですけど、ガードはねガバガバです。最適解を求めていった時の面倒くさが半端ないんですけど、とりあえず困ったらなんかこんな感じでなんか運んでいけばまあまあ減る。クラウディスカイズです。ありがとう。Thank you for point。 いやワグナーの話をしてもあんまり意味がないかもしれない。意味がないとは言わないけど、どういたしまして。Thank you. I'm very happy. あ、ない。くらい。アップで。取れねえ。レッドブレードさんを参考に。確かに。参考にするの。スキス、ペアニング、ジャパネセ、ソ、アイ、コペ、ヨウ、カン、ウンデアスタント、ハハ。真面目、試合無謀になっちまった。抜けてない。ロック不気味に練習しています。あー、あ、よかった、シールリョウさん見ててくれた。カモネさんの絵に見て格ゲー始めました。あー、やめて、俺のエイミはまずいっすね、かなり。とう、うまい。そう、こういうのがね、メルブラの血を感じるよ、その崩し方。ちょっとやめて。とう、とう、よし。放送見ながらランクマしてました。なるほど。いやー、負け試合だったけど、ちょっと楽しくお互いゲームをした結果勝てた。ワグナーはすごい難しいんですけど、その、完璧を求めようと思うと。お、Thank you。I'm still learning Japanese, so I hope you can understand. Oh, yeah, I understand your English. ウニの質問は、そうですね、して大丈夫ですよ。その、なんだろう、ダメなやつは俺がちゃんと判断して答えないんで、基本的には大丈夫。なんだろう、割とみんなが知ってることしか多分答えないです。こんにちは、ミー、アム。こんにちは。こんにちは。マイファーム ?What mean my farm? マイファミリー？地上受け身、緊急受け身の違いって何なんでしょう？トレモの設定項目。なるほど。これですね、難しい話ですけど、じゃあ一回ちょっと、まあ、時間も時間なんで、ちょっとその辺を話しましょう。ね、一応違いがあるんですよ。あれ、ふぐくファミリー。あー、なるほど。I understand。
FGC ファミリーこんにちは、ファイティングゲームイズベリーナイス、We are ハンファミリーファイティングゲーム。地上ケミと緊急ケミはね違います。これね難しいんですよね。まあ多分知らない人が多いというか、ほとんどの方がわからないと思うので話します。受け身を取らない、これはじゃあなんか浮かした方がいいな。全く取りませんよね。地上受け身あり、ダウンし、地上受け身ありだと、地上に着いた瞬間に受け身が取れるやつだとまず取ろうとするよね。で多分何で説明するのがいいのか、ちょっとこれ久しぶりに説明するからちょっと順序がおかしくなってるな。まあ明確に違うのはこれは取らないけどこっちは取るんですね。で、めんどくさい話をすると、キャラクターがダウンした後、この後ですね。このアケコンね、メニュー消去できねえんだ。この寝っ転がって倒れた後、この状態の時は、どんなやられでも、最後の最後に緊急ゲームが取れるフレームが設定されてるんですね。だから緊急ゲームっていうのは、基本的に最後の方、起き上がる前の方のところで絶対取れるタイミングがある受け身のことです。それを取らないと熱波で、起き上がる、取るとピョンと跳ねてちょっと早く動ける。最終的に受け身を取るかどうか的な。そうですね。で、地上受け身と緊急受け身は性質というかモーション、なんだろうな、フレーム的には確か同じだったはずですけど、ハイドの2Cみたいに地上受け身が取れない技とかもあるんですけど、例えばこれ相手にした方がいいな。何もしないとこう、これ多分地上受け身、これ地上受け身、これ緊急受け身、多分これ緊急受け身、これ地上受け身、これ緊急受け身、これ地上受け身で、わかりづらい、わらわら、これ緊急受け身。まあだから端的に言ってしまうと、その倒れてる後に受け身が必ず取れるフレームがあって、まあ、保険的なタイミングですね。でそこで取れるのが緊急受け身で、地上受け身っていうのは攻撃についている地上受け身負荷ってフラグがついてない攻撃の時にダウンした後から、起き上がるまでの間、違うな、緊急受け身が取れるようになるまでのフレームの間取れる受け身が緊急受け身、じゃあ地上受け身ですね。何言ってんだお前みたいな感じですね。これはね、正直ごめんなさいとしか言えないです。ちょっとこの、なんですかね、受け身の仕様とか作ったのすごい昔で、今思うと、なんだこれって思うんですけど、ちょっとね、そういう風になっています。まあ、結論から言うと、あまり気にしなくてよいということですね。ほとんどの人は、地上受け身を取っています。で、地上受け身が取れない技の時にみんな緊急受け身を取っていますって思っときゃいいのかな。例えばなんかこう、こいつないけども受け身が取れない EX 技、ハイドの EX ベイカントシフトとか当てた後とかには、地上受け身取れないんで、あれは確か緊急受け身しか取れない的な感じでございます。最速が地上受け身みたいな。
そうですね。地上なし、緊急なし、空中あり、テニシーでダウンさせた時に受け身取られて脳が混乱したのです。あー、そっか、そっちの話か。ですね、それは空中受け身っていうのは2Cとか当てた後とかに、まあ、受け身不能時間が例えば24フレームとかあるとして、24フレーム取った後はダウンした後も空中受け身取れるんですよ。緊急受け身のフレームであるフレームまでの間は、はって感じだと思うんですけど、あ、そこの人当て身ってか FF がうまいんだった。やばい、当て身だ、負けねえ。ちゃんと反応してくるんだよな。確かにあれは意味不明な気持ちに。時間さん、その技はちょっと時間さん関係ないけど、アンダーナイトインバースはダウンした後も空中受け身が取れるんですね。もうかなり混乱してくるやつですね。さっき俺があのこれ地上受け身、これ緊急受け身って言ってたやつ、あの嘘でした。あれ多分、いや 3C でやったのか。だとするとあれ空中受け身だな。もう訳がわからないですね。ちょっとこれで下段下段っていくやつは空中受け身地上、空中剣かっこ地上です。久しぶりにその話を説明するんで、ちょっともしかすると間違ってる可能性がゼロではないな。いやー、スーパーリネちゃんの曲がその調子よ。フォローありがとうございます。あー、やだー。ぴょん、心ぴょんぴょん、待ち考えるふりして、あ、やば、なんでだー。やっちった、素直に投げとけ。泣いてます。相手の方が俺よりやってる。しょうがない。このゲームこう浮かした後にこのなんかコンボゲージの、ありがとうございました、気にせずゲーム楽しみます、なんかこうバーあるじゃないですか。バーがなんかこう白いバーが減ってくじゃないですか。あれがなくなると空中受け身って取れるんですよ。条件としてはあのバーがなくなってキャラクターの属性が空中の時に受け身が取れるんですね。属性って何かっつうと、攻撃を当てた時に立ちやられになるとかさ、空中やられになるとかあるじゃないですか。でダウンしてる相手に技当てると浮くじゃないですか。つまりダウンしてる状態って空中なんですよ、状態って。だからあのゲージがなくなってダウンしている時は空中なんで空中受けが取れるんですね。うーんみたいな、ふーんみたいな感じだと思うんですけど、マジか。勉強になります。片飛びさん、あー確かにそうか。
マジかー、もったいねー。完璧。本当だ？本当か？え、ちょっと待って、だからそのやってるアニメは何なんだ？それなんか舐めたりしてるやつ。これなんだっけ？なんか獣のやつだっけ？うわー、もっと地面をでんぐり返しして、I need more counter power。 あー、やべやべ、コンターパワーいっけー。急に飛び出すパワーレンジャー、よし、うまっ、様子見された。あだー、やだー、やべやべ、一回取っていくぞ。しまうなこれ。あー、悲しい。赤月延期は延期側が結構いける試合だと思うんですけど、うまく立ち回られちゃうな。タイプブーン、タイプブーンがね、タイプが型でブーンが飛ぶだから型飛びって気がついた人は天才だと思う。タイプブーン、タイプブーン強すぎるんだけど、俺の貯めた RIP を吸わないでほしい。あーだー、タイプってことですか。ブーン、マジやだー、やだー、やだよー、やべ、何も起きない、やばい、ちょっと食べないで。俺なぜシートンなんとかってやつだ、かわいいやつだ。よし、 PP 回避、開発者が PP 回避をしてよしっていうの結構まずいですよね。入れてない、ぴょんぴょん、うっそ、これね対策ないんだよね、どうすんだっけ、延期って。CS は？あ、やべ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 、あーやだー、死にたくない。なんか起きろ、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 ブブブブブブってなんなかった。くそー、このゲーム CS 出すの難しくないですか。お気づきになられましたか。難しいっすよね。俺だと今3で4で出てんのが、これがなんか
ちゃんと。こんばんは。こんばんは。抹茶ラテさん。これだと1、2、3か。3はちょっとコンスタントにはきついんだけど、だいたい4ぐらいでは出したいなとは思うんですよね。やばい、こいつ俺の円起動の RIP を骨の髄までしゃぶり尽くす気だな。クレアのために海最近やり始めました。本当ですか、ありがとうございます。キャラはどなたをお使いになられるんです？めっちゃ楽しいっす。本当ですか。みんな国初心者だぞ、かっこえ、かっこえ、嬉しい。リレイ2って見えた瞬間俺のこのプレイだよね。七瀬です。七瀬同じく初心者だから嬉しい。なるほど、七瀬結構いいかもしれないですね。そのキャラ的には結構触りはいいキャラだと思うんですけど、ロケテに行った七瀬使いがみんなこぞってこんなに七瀬強くなって大丈夫なのかなっていうぐらいには次の魔女は強いらしいですよ。あー、うまく逃げ刻まれちゃった。明けでやって半年くらい続けてます。ちょっとかっこいい、かっこいい、強すぎるその技。七瀬は動かしていて気持ちが良いです。大部分怒ってるな、これ。これがあるから基本的に暁がめんどくさいはずなんだよね。これがあるから やべ、待って、うっそ、ちゃんと作れはんねんですね、今は完全に。ふっふっ、ジェスター。七瀬はいいキャラですね。七瀬、その俺の七瀬は激朝の伝統なんであんまりこう話したくはないんですが、最初はこれで往復してください。どれぐらいの今のレベル帯なのかわかんないですけど、もうなんか何もないんで、とりあえずで当たると浮くんで、なんかこんな感じで拾いに行ってください。これで君も中級な汗使いだ。なんかその難しいコムとかに行こうとすると途端になんかこう頭痛くなってくるんですけど、多分ねいらないんですよね、しばらく。なぜやってて一番めんどくさいなって思うのがこれ、そのメルティーブラッドをやってる人ならわかる垂直、あのなんだっけ、まあそのアキハとかでよくやるやつ、ね、ロースファンクションの使い方がわからないので教えてほしいです。これはですね、まあ、大ジャンプなんですけど、レバーでグラグラ動くんですけど、アンダーナイトインバースってガードされてる時にジャンプキャンセルってできないんですよね。こういう時って逆切りとかするしかないじゃないですか、こんな感じで。だけどこれキャンセルで出るんだよね、フレフって。なので攻めをする時とかにこうやってこうジャンキャンできて、ジャンキャンできるってことはつまり空中で、これキャラじゃないですかね。デネゴさんはすごい七瀬に対するヘイトが高くて最高に好きなんだけど、こんな感じでそのジャンキャンから低空取りじゃない、その空中の飛び道具とか打って攻め系したり、あの
ラッシュかけたりできるんですね。でなんなら飛んでいってジャンビービーでめくりに行ったりとか、結構、ね、いろいろやりたい放題なんですね。どうでしょう、今で回答になっていたでしょうか。そういう話じゃない、もしかして。サンシーグラッパー、その継続に使ってみます。そんな感じでやるといいですね。空中その波動で出る飛び道具があると思うんですけど、まずあれがね、あれの強さを知るところからかもしれないですね。いやまあ時間さえ飛んでいく飛び道具だったら強いのは伝わるかもしれないですけど、あー間違った、まあいいや。あーよくね、情けなくていい、すぐ俺の心の中のメルティーブラッドが騒ぎ出しちまう。キュンユータケシ、あっ、あっ、うぅ、危ねえとこだったぜ。俺撃ってこうやって寄ってくのはただただ強いですね。ほいとか言っても全然大丈夫だし。多分これですごい参考になる七瀬使いが入ってきたので。横からすいません、七瀬の後ろ完成フルール安定しないんですけど、コツとかありますか。2367ボタンですね。ちょっと、なんかあったかな、いい感じのコツ。すごい強いナースが入ってきた。あーやだー、こうやって使うやぞみたいな感じで見せてくれてる、ありがてえ。ミゼの優しさに俺はちょっと涙がちょちょ切れている。おやっ、あっ、よっしゃ、キャラ隊、キャラ隊、初めてちゃんとキャラ隊されたよ。ええ、なんでなんで、電気はね、こうやって 2B が届いちゃったりするんで結構危なかったりするんですけど、割と大体のキャラは反撃できなかったりするんで。あーやだやだ、あれ抜けてない、マジか。ニュートラル挟んでも出るから落ち着いて入力するとかですかね。後ろフルール、あー確かにそうですね、あんまりぐるっと回すのは意識しないのも大丈夫かもしれない。危ない危ないよ、あー高いルート、このルートは覚えなくていい、あまりにも難しいから。うぅ、神か、今のやばくないですか。そんなんできるもんなんか、あぶね、今のジャンプ 8C やばくなかったですか。うますぎるんだが、んでは、右と、
ロッツバック、ベスト、サメ、エベア。ああ、オッケー。I see。The knight plus roll back is best game ever。なるほどね。Thank you。確かにな、ロールバックは必要なんだよ。And the knight is、いや、is じゃない。なんて言えばいいんだ。Need roll back。違うな、なんか英語わかんなくなった。いや、わかんないけど、もともと。ちなみに、これ俺あんまできないんで、なんと参考にならない。ガチャ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 って失敗するんで。大丈夫です。そこまで、そこまで、ね、やらなくてもきっと大丈夫だよ。大丈夫じゃないか。アンヨが苦手。あー、頭いい。コンボのレシピの IQ が高すぎて震えてます。おぎゃー、やべやべやべ、やべ、つまんねえつまんねえ、やべ、あー、どうしよう。Alright, that's cool. パーフェクト取られると、ついね、スト3サード目になってしまう。よし。なんでこう P 取った時によしってなっちゃうんだろう。いや、マジか。フルールはどうしても前完成になっちゃいますね。垂直頑張った方がいいんですかね。垂直は結構使う機会が多い印象ありますね。あー、そのなんか下がりつつもある程度攻め系ができるって意味では悪くないと俺は思うんですけど。あらー、おさよなら。悲しい。私だけど、もしもし、私だけど、すごいいい感じ。時で良いので、バケの立ち回り勝ち方聞いてみたいです。なるほど。バティスタはかなりむずいっすね。今夜勝つバティスタだったら結構簡単なんですけど。終わりです。くるくる、これとこれ、あ、できてね。あ、ちょっとこれです。ちょっとできてなさすぎる。難しいんですけど、バティスタ結局このジャンシーを5番振ってからとかなら236入れて 7A のとこ先行入力的に入れると後ろジャンプで出るはず。なるほど。ロタチオン、ぐるぐる、すごい。なんかん、5番振って、あー、そういうことか。できてね。これのなんでコパンを振ると簡単になるかっていう話をするんですけど、まあ、その話を最後にしてみます。
このゲームって上りジャンプに先行入力の猶予が増える仕様が入ってて、上りジャンプ違うな、ジャンプ以降が7スだと4フレあって、4の後にキャラが浮くじゃないですか、離陸する、その瞬間に入力している行動は、なんて言えばいいのかな、そのタイミングからちょっと遡って、そのタイミングボタンを押していれば結構遡って先行入力が出るんですよ。これね、ちょっと待って、もう最後だからもう開け込んでなくていいわ。ジャンプ移行があって飛ぶじゃない、この絵になった瞬間に入力されているコマンドはかなり先行入力が効くというか、有用が伸びるんですよ。だから2367ボタンやるときに7とボタンを比較的ちゃんと、7でジャンプした後にだいたい3、4フレまでにちゃんと A を押していれば比較的出る。遅いともう絶対出ない。絶対は言い過ぎだけど、かなり出ない。だから中空フルールって相当できないんですよ、このゲーム。その、2369ってぐるっと入れて、オプラスって入力とかはできるんだけど、最低空はできるんだけど、最低空じゃない時はできない。って覚えとくとちょっと違うかもしれないですね。で最低空の時は、その、あ、ごめん、ちょっと言い方よくねえな。そのジャンプ以降のこの絵になる、フレームで言うと、3フレーム前までかな。あ、違う。押して離してのやつだから、確か2かな。もう2だな。この絵になる2フレーム前まで。に、A ボタンが押されてれば比較的フルールが出やすいです。つまり236って入れて7って入れて7の後に2フレ以内にね、2フレぐらいまでにボタンを押しましょう。ほぼ同乗しみたいな。で逆に比較的これ3か。これ今失敗したけど4じゃないですか。4だと多分できないかな。できてる。なったといかないんだ。ちょっと待って。コマンドが汚すぎて震えています。これが3で入れている。これ失敗したけど、あ、前が入ってないのか。これ失敗したな。クソ、わかりやすい。1、2、カモネさん、無敵さん、ありがとう。6だな。だからまあとりあえず早めにジャンプ以降とちゃんと同時というかにちゃんとボタンを押すようにすれば出やすい。で大抵失敗してるときは、まあ、キーリス見ると分かるんですけど、普通に波動が入ってないとか、ちょっと時間がかかりすぎてるとか、だと思います。で、このコパン空振ってからのやつがやりやすいのは、コパンの後に、7と A ボタン押しっぱにしといくと、そのジャンプコパン空振ってジャンプできるようになった瞬間にその先行入力分の入力がやってきて、ちょうどいい感じになるんですよね。ちょっとパッドだとより難易度が高いみたいな仕様があります。では今日も1時になりましたので、寝ようかなと思います。配信見てくださってありがとうございました。
Thank you for watching my stream. うつろの深夜、おやすみなさい。おやすみなさと。お疲れ様でした。こんな感じで配信やっていきますので、よかったらまた見てください。お疲れ様でした。よいしょ。これで俺が配信切るのを忘れて、いや、ちょっとこれより先は話せないな。では、おやすみなさい。お疲れ様です。バイバイ。